から上がって海岸から離れてください。潮の流れが速い状態が続きますので、警報注意報が解除されるまで、海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてください。気象庁の宮岡和樹地震情報機関からは、午前2時から記者会見し、沿岸部や川沿いにいる人は直ちに高台や避難所など安全な場所へ避難してほしい。津波は繰り返し襲ってくるので、警報が解除されるまで安全な場所から離れないでほしいなどと呼びかけました。今どうなっていますか。はい、夜間の突然の発表でですね、驚かれた方も多いかと思うんですけれども、まだ警報や警報というのは継続されていますの で、かつ見通しというのはまだやっぱり分からないというような状況なんですね。ですので、警報や注意報が出されている地域では、